にちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回はいつものメイクに4箇所、たった4箇所ちょい足しするだけでめちゃめちゃ垢抜ける、そんなメイクテクニックをご紹介していきたいと思います。ちなみに今私がしているメイクはちょっとちょい足しするだけでさらに垢抜けるっていうポイントをね、4つ作った状態のメイクになりますけれども、皆さんどこをちょい足ししたらさらに垢抜けるか分かりますか？ちょっとここかもって思ってくださった方も、なんかいまいち分からないけど簡単に綺麗になれるなら見てみようかなと思われている方も、ぜひ楽しんでいただける動画になっているかと思います。特別なものを買い足しする必要はほぼほぼないかなっていうふうに思うので、年末年始久しぶりに友達に会うとか久しぶりに家族に会うっていう方ね、少しでも印象良くしたいなと思っていらっしゃる方、最後までご覧ください。ということで早速いきましょう。まず一つ目のポイントは、結構これはね気づいてる方もいらっしゃるかなと思うのですが、眉毛にズバリ2箇所もあります。今の眉毛の状態がこんな感じになっております。一つ目のちょい足しするだけで垢抜けるよっていうポイントはズバリ眉頭でございます。眉頭が結構今ねこう角度がついちゃってたり、突然こう眉毛を描き始めているような感じになってしまって、こうナチュラル美形な眉毛とはちょっとだけかけ離れてるかなというふうに思います。なのでここのまずちょい足しポイント一つ目を早速改善していきます。眉頭ですね、スクリューブラシを使って簡単にぼかしながら解決していきたいと思います。これはエトゥセのアイブロウペンシルについているもので、スクリューブラシ単品で買わなくてもこういうおまけでついてる的なもので十分です。こう眉頭のとこにこう当てます。当てたら眉頭の内側に向かってくるくるっとこうなじましぼかしていきます。丸くこう丸さくるんくるんって作ってあげることによって、眉頭の部分がちょっと丸さがこう出てきましたね。さっきカクッと入り込んでたのが眉頭丸さ出てきてます。さらにちょっとだけまた毛の方向を戻してあげる。そうするとですね、こちらのカクッとこうボテッとパウダーがついてる方に比べるとちょっと眉頭軽さ出て自然になりましたよね。前から鼻につながるラインを意識してちょっとこう丸さを出して、最後にパウダーを塗った後こうぼかしてあげる。で最後毛並みをちょっとちょんちょんって整えてあげるだけでこんなに自然になるんですね。まあもしねこれでぼかしてちょっとなんか剥がれすぎちゃったっていう場合は、またちょっとね優しくふんわりしたブラシでこんな感じで描き足してあげるだけでかなり自然な眉毛を描くことができます。そして眉毛のちょい足しテクニックですね、もう一つあります。二つ目のポイントが、眉毛の色とアイブロウパウダーの色が結構分離して見える。特にこっち側かな、元から美形な眉毛っていうよりかも、まあなんか描きました感のある眉毛にどうしてもなってしまうわけですよね。眉マスカラをしてもこんな感じで毛の色と眉毛のパウダーの色が結構分離というかこう分かれて見えてしまうときに、ちょい足しで改善できるポイントっていうのが2つあります。まず1つ目は、眉毛をもともと描いていた明るめのパウダーと自分の毛の色、多分今私このくらいだと思うんですけど、の間、中間のブラウンですね、中間くらいかなって思う色でいいです。こういうカラーで眉毛の毛とこの上のラインが私結構明るくて浮いてると思うので、この毛と色が鮮やかになりすぎちゃってるパウダーの間をちょっとちょんちょんちょんと埋めてあげる。こうするだけで明るいパウダーのギャップっていうのをちょっと自然に埋めることができるので、こんな感じでどうかな、だいぶ変わったんじゃないでしょうか。まあ、ここの眉尻らへんもね、少し明るいパウダーが浮いてるなって思ったら、この宙に生えてる毛と周りの明るいパウダーのちょうど隙間ぐらいの位置をちょっとふわふわっと中間っぽいカラーでぼかしてあげるとめちゃめちゃさっきより自然になりました。こんな感じでちょっと引きで見てももうこれさっきよりもかなり自然なアイブロウになってます。こうするとどうしても眉毛のトーン自体はちょっと落ち着くので、やっぱりちょっと明るめの眉が好きで、どっちかというと自分が地で描いてる明るめのパウダーの方に眉毛の色を合わせていきたいっていう方は、まあ、眉マスカラの色をもう少しだけ明るくしてみるっていうのも手です。私今ちょっと濃いめの眉マスカラを塗っていたので、まあ、少しだけ眉マスカラの色をちょっとデジャビューのね、今ピンクブラウンをね塗ってるんですけれども、こう明るくしてあげて揃えてあげる。でさらにこれでも結構毛の色がもともと濃いとかちょっと毛が太いとかでなかなかこうこれはこれでもどうしても毛自体が浮いてしまうっていう方は、普段皆さんが使ってるチークですね、今日私も使ってるんですけど、こうチークをちょっと
アイシャドウブラシでもアイブロウのブラシでも取ります。おすすめはちょっと明るめのチーク持ってれば明るめのチークを使うのがポイント。眉マスカラ乗せてちょっと乾いたら優しく眉マスカラを剥がさないようにチークカラーをちょっと上に乗せてあげると眉自体にも結構血色感と明るさが出てこう毛のピーンっていう強さがこのミルキーな明るめのチークを乗せることによってかなりこうぼやけてくれます。こっちはやっぱちょっと自然な毛並み感があるんだけどこっちちょっと引きで見たら結構馴染んでますよね。美形なより美形な眉にするか明るめな好きな方はこんな感じで眉マスカラの色を変えたりさらに明るめのチークカラーをのせてもうあのぼかしちゃう全てをぼかしちゃうっていう方法がおすすめです。でそうしましたら次に、ちょい足しでさらに垢抜けられるポイントとしてはチーク、いつものチークをもう一周外側ぼかしてあげるっていうことが垢抜けちょい足しポイントです。今結構こんな感じで私チークがねだいたいここら辺にこういう感じで入っております。まあこれはこれでね可愛いの可愛いしこういうテイストが好きな方は全然このまま突き進んでください。でも今回の動画の前提で言うとまあよりナチュラル美人とかメイクしてる感なく綺麗に見せたいっていうね視聴者さんが私のフォロワーさんでは多いのでそこに基づいてやっております。なのでそういう方にとってはチーク入れてますって分かることってあんまメリットないですよね。皆さんチークを入れる意味って何でしょうか。お顔の血色感を出すだったりとかあとはお顔にメリハリをつけてちょっと小顔に見せるだったりとかあとは雰囲気を変えるですよね。甘めに見せたいとかかっこよく見せたいとかここら辺が主にチークを入れる皆さんの理由になってると思います。で特に多いのは血色感を自然に出してちょっと可愛らしい印象になりたいっていう方が多いかと思うんですよね。っていうことはチークを入れてるように見せることが目的ではなくてチークを入れてることによって血色がよく見えることが結構大きな目的を占めているのでチーク入れてますって分かることってあなんか今日メイク濃いなとか、メイクのことがあんまよく分からない異性からしたら何々さんってメイク濃いよねとかっていう印象になっちゃうわけですよ。それってメイク濃い印象になりたくて皆さんチーク入れてるわけじゃないじゃないですかっていう風になってくるといつも入れてるチークもう一周あのチークねこうやって塗った後のブラシで大丈夫です。塗った後のちょっと粉が余ってるか余ってないかぐらいのブラシで周りをこんな感じちょっと周りをちょっとぼかしてあげる。チークはね意外と広い範囲に入れても大丈夫です。ポイントは広い範囲に入れるときは濃く塗りすぎないこと。お顔全体の血色が良くなってここの顔下半分がのぺっと見えなければいいのでもう固まってたチークはこういうのでバババババと広げちゃう。でこんな感じでどうでしょうか。わざとらしいメイクの印象もないしもちろんチークを塗ってることによってメイクがけばく見える濃ゆく見えるっていう現象も起きてないですよね。なのでまあチークを皆さんがどんな風に入れてるかにもよるんですけどあれ私チーク入れてるって分かる顔かもなって思った方はとりあえず難しいことは言わないので周りを一周ぼかしてあげてください。もうこれだけで結構印象変わるしよりナチュラル美人な印象に近づくと思います。今日チークとか眉毛にも使っていたこのチークはですね実はプロデュースパレットに入るカラーの一色になります。もうこれめちゃめちゃ使えるので来年にはねあの発表できると思いますのでぜひそちらもねちょっと楽しみにしておいてもらえると嬉しいです。ちょい足し最後はアイテムです。夏に使っていてもう冬は使わないだろうと思っていたメイクキープさせるためのフィックスミストを冬も使ってみようということです。これがちょい足しポイントちょい足しアイテムとして4つ目のご紹介になります。皆さんフィックスミストって夏場メイクをピタッと密着させるためにつけている、そういう目的のものでしょって思っていらっしゃる方が実は結構多いんじゃないかなというふうに思います。まあ、もちろんそんな効果もあるんですけれども冬こそフィックスミストを使ってほしいっていうのが私の中であります。これなんでかっていうと冬って皆さん結構乾燥しますよね。ベースメイク崩したくないからお粉塗るんだけどそうするとよりカサカサしたりポソポソしたりなんか粉吹きしたりとか夏よりもすごいドライな感じになってしまったりしてうまくベースメイク仕上がらないっていう方も多いかと思います。あとはそういう仕上がりになると結構冬特有の毛穴のプツプツの目立ち方をしちゃうんですよね。なのでもちろんベースでスキンケアしておいてもらうことは大事なんですけどさらに上から
からも潤いを補給してツヤ出しをするべきだと思います。うん、なのであの私がずっと推してるこのクラランスとフィックスミストとかは潤い成分も入っているので、お粉を仕上げに崩れ防止のための仕上げの粉を割と軽めにつけた後にこういうミストをすると少なめのお粉でも崩れを防止してくれて、かつミストで定着させてくれて潤い成分でしっかり表面を潤わせてくれて変な粉吹きを防ぐっていうことができるんですよ。なので夏ってすごいフィックスミストのイメージあるんだけど、冬もかなりおすすめです。でこれはクラランスはちょっとデパコスなんだけど、このエクセルで最近出たこのセッティングオイルミストっていうこのオイルが入ってる2層タイプのミストなんかも結構冬場は出ます。なのでこういうものはちょっとオイルインなので振って使うんですけど、最後お粉をつけた後にちょっとまあ乾燥してるから軽めにお粉つけようかなってつけた後にこういうものをちょっとこんな感じで浴びて、今、こういうミストは乾くまで手を触れないようにするっていうような鉄則なので、そこを守りつつこういう風に吹きかけてもらうのはすごく、なんだろう、少ない粉で乾燥知らずでメイクも定着させてくれて潤いも補給してくれるっていう本当にいいこと尽くしだし、なんなら表面のツヤ感っていうのもお粉をした後よりも少し蘇ってくれるので、メイクの完成度としてももうこういうの吹きかけるだけで一気に高くなります。特に冬ぜひ使ってみてください。はい、ということで皆様いかがでしたでしょうか。今回は普段のメイクに4つちょい足しするだけで簡単に垢抜け印象になるポイントをお伝えしました。ということで本日の整理クエスチョンはこちら。皆さんの最近のこうメイクの工夫とかなんか発見があったらよろしければコメント欄でたくさん教えてください。私の動画見てこれ取り入れるようになったら変わったとかでもいいですし、なんかこんな人のインスタグラム見てこれやったらすごい周りの人から褒められるようになったとか、このコスメすごい良かったとか、何でもいいのでコメント欄なんでぜひ教えてもらえると嬉しいです。ということで今回の動画で少しでもメイクモチベ上がった、明日の朝から早速ね一つでも取り入れてみようかなと思ってくださった方、ぜひこちらにある丸いチャンネル登録ボタンをポチッと押して私にお知らせしてもらえるととっても嬉しいです。ということで皆様12月ですが風邪ひかないように頑張っていきましょう。ということで皆様また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。